はい、皆さんこんにちは、ワンデルグリフィッシュです。では今回は対抗立志伝5明智光秀プレイの続きをやっていきたいと思います。実はですね、ついに光秀が城主になりました。それも大垣城主。大垣城といえばですね、関ヶ原の戦いで西軍石田三成が前線基地とした城としても知られるこの大垣城なんですけど、畿内にも近く、もちろん要衝関ヶ原に位置するこの大垣城をね、任されたというのはね、すごく嬉しいですね。でちなみに与力としては大膳で、もちろんね、斎藤家にいる時からの部下である秀光、この二人が今光秀の直属の部下なんで、もう二人しかいないという状態なので、ここからね、部下になる武将を増やして、さらに国主を目指して頑張っていきたいと思っています。では早速表情からいきましょう。表情の間、まず主命伝達、人事、輸送、拠点移動、謀反合戦とありますが、謀反ね、ここまで大きくなった信玄武田家に謀反を犯す、はっきり言って現実的に実行できるものではないですが、そこは光秀ですからね、ちょっとこの先謀反がゼロだとは言えないとだけちょっと言ってね、この先のプレーは進めていきたいと思います。合戦もちょっとできないし、輸送も何もあったものではないので、主命伝達からいきましょう。まず大膳、大膳にはね、そうだな、何をしてもらうか、徴兵だな。で秀光には人材調査だね。これさ、もう部下が全くいない状態なので、最低でも武将5人いる状態、これをね維持しましょう。では一旦休養して、自分も旅に出ましょう。再び引き抜きですよね、いわゆる引き抜きをするにあたっては、まあ九州県にあたる斎藤家、ここの町へ出入りしましょう。菊丸から順に茶会を申していろいろやっていこう。引き抜き、いきなり引き抜きはきついからな。で引き抜いていきます。豪華、どうだ、本気です。よし、まずは菊丸が我が配下となったな。次は伝吾、この辺りはね、明智家ゆかりの人間たちをまず優先的にじゃかじゃか加入していきましょう。まあ伝吾はちょっと不在でしたけどね。あと利光、襲撃か、まあ、贈り物を送ってもあまり喜んでもらえない利光なので、ここは利光には何が効くのかな、ちょっとわからないな。もちろん攻略サイト見ればわかるんですけどね。贈り物、まずはそうだな、具足でも食ってみる？お、喜んでくれた。そこからの引き抜き、よし、利光は断られた、まあ、これを繰り返していきましょう。伝吾は不在でしたね。あとは半兵衛とかいてくれたらでかいよな。茶席、もうこれは繰り返し繰り返し訪れては3個の霊を持って引き抜く、何度も何度も通いましょう。ここは一徹盛綱、まあ、この辺りはね、美濃三人衆ですからね、そう簡単には引き抜けないでしょう。まあ、でもいきなり菊丸引き抜けたのは嬉しいな。他はどうだ、吉本の配下とか引き抜いたら揉めるだけなんでね。あとは六角、浅井の配下って誰がいるのかな、ちょっと確認していきましょう。
浅井配下カズマスとかいるね。滝川カズマス、まあ、カズマスもね引き抜いていこう。まあそう簡単には引き抜けないよな。田中義政とかもいますね。田中義政のところにも寄りましょうか。引き抜いて引き抜いて、とにかく最低武将を5人配下に入れないと話にならないからね。増田長森とかも欲しいよね。文官としては使えますからね。早速引き抜きの交渉だ。そう簡単にみんな引き抜かれないね。じゃあしばらくちょっとこの引き抜き工作を重点的にやっていきます。さあでは再び表情していきます。1人雇いましたね、まあ、ただ合戦するには最低5人は必要なので、ここは5人確保できるまで頑張りましょう、まあ、頑張りましょうというのは雇っていくという意味ですね、まあ、菊丸大善はじめ優秀な武将かというと決して、優秀ではないのでね、なんとしても合戦で戦える状態にねまず持っていきたいと思います。多ければ多いほどいいですからね。さあでは再び部下集めの旅に出ましょう。では自分の城に戻ってきました。さらにですねだいぶ集めました武将をこんだけ、まあ、上からですね強いところで言うと小一郎、これは秀吉の弟後の秀長ですね。能力的にも申し分ないこの小一郎。あとは大金星と言っていいと思うんですが竹中半兵衛、まあ、半兵衛もねもう申し分ないですね。特に統率地望で、あと伝吾利光、あと田中義政なんかも入れています。あと和豊ですね。なのでだいぶ部下が揃ってきたかなという感じがします。これで一気に表情を開いていきましょう。表情の間、まずは主命伝達ですね。目前はそうだな、やれることとしては武将格である以上それなりの仕事はしてもらいたいよな。武将でできるもの、まあ、神殿開発、鉱山、補修、まあ、この辺りをやってもらえますか。開墾、小一郎は優秀だからね。開発で、そこ他のメンバーは主に徴兵関係、訓練関係をやってもらいましょう。特に半兵衛みたいに優秀な武将は優先的に徴兵。あとはそうだな、秀光とかに関しては金が欲しいからね。軍資金の上達、これはしっかりやってもらおう。利光は兵糧購入、兵糧売却、修行だな、修行してきてもらおう。
武将クラスの人間は、いや、ごめんなさい、足軽組頭クラスはね、これでいきます。大表情はまだまだ先ですからね。能力鍛錬とかする必要もないぐらいに、もうすでにこの光秀力をつけてますからね。では連兵場に顔を出して、施し2000ほど施そう。自分の金からですね。金がなくなってしまった。これは城主になったのに再び、もしかして商いをしなきゃいけないパターンかもしれないな。まあ、ただ大垣城にいるっていうのはメリットは大きいですね。大垣城にいるなら昔やっていた大湊今日の往復による金稼ぎが可能だからな。懐かしいな。やりましょう、久しぶりに。じゃあここで交易品を買う。紅花だっけ、木材だっけ、もうすっかり忘れちゃった。紅花だった気がする。なんかちょっと間違ってたらもったいないけど、ここは久しぶりだな、この感覚。これは今日に持ち込みましょう。まあお金はね、ぶっちゃけ軍資金からも引き出せるし、まだ2万円以上貯金はあるので、まあそこまでビクビクする必要は正直ないかなというところですかね。何？おお、そうよ、この光秀相手に盗賊がかかってくるわけがない。ではザに行って売ります。いや、京都の町に来るのも久しぶりだな。紅花を売る。あ、大丈夫だね、利益は出そうです。でこの後なんですが、せっかく京都に来てるので御所、まあ会ってもらえないと思うんですが、御所とあと公家宅にも足を運んで茶席、なんか直命みたいになったの今。直命こうはで朝敵にしたいと、まあ、これも特に必要ないかな。では帰りましょう。ただ帰るときには稲葉山城の隣、井の口の町によって鉄砲指示を受けてから帰る。城主になってもなお鍛錬を重ねる。でこれで帰ります。おお、三好に義輝公が刺激されたという話だな。これで義輝が死にましたということで、義昭が朝倉に落ち延びたと。ここは我々としてもね、動きどころではあると思うんですが、信玄がどういう動きをするかは謎だからね。一度自宅に帰って表情を行って、半兵衛が1353人増やしたという話だね。修行に失敗したってどういうことなんだろうな。まあ表情の間で再び指示を出しておきましょう。まあ、基本的には徴兵なんだよね。どうしてもお金が欲しいので、今は武将も欲しいし、まあ兵数も欲しいし、お金も欲しいしっていうところですね。半兵衛は徴兵、残りのメンバーは修行でもさせておきますか。まあ、合戦に出てそこで活躍して武勲で出世してもらうというのが一番いいと思うんですけどね。では久しぶりに寝た後に土ヶ崎館にでも行って信玄の顔色を伺っておきましょう。
かり武将部下の数も増えましたからね。あとはこの大垣城からさらに2つ3つと城をもらって、まあ、それこそ一国一城の主と国主になるのが次の目標ですかね。で、ツツジが咲きやすかったは諏訪がここだからここかな。そうだね。小一郎半兵衛を引き抜けたというのはむちゃくちゃでかいよな。城に行きます。与力の依頼、そうだね、与力も欲しいよ。勘助とか欲しいけど、まあ、ここは勘助置いといて、長官他に欲しいものはあるか。まあいいかな。あとは茶を入れて、こんなところか。あっさりしてるね。では大垣城に帰りましょう。いらん、カステラだろこれ。城に入ります。お、軍資金だいぶ稼いだな。いつでも合戦できる状態だけどね。主命が下ってからやっぱり合戦をしたいので、しばらくはちょっとこの状態が続くかなというふうに思います。ではね、大垣城の城主となった明智光秀のね、新しいストーリーをこれからプレイしていきたいと思いますが、今回は一旦ここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。はい、最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか。ぜひ、皆さんの感想やあとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それとチャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。